こんにちは、成川と申します。よろしくお願いします。今日は僕が中心になって作った新しい世界地図オーサーグラフっていうのを説明していきます。よろしくお願いします。僕らが住んでいる世界っていうのは球面上にあります。球面に住んでいると、どっからどっちの方向に向かってどれだけ歩いていっても飛行機で飛んでいっても行き止まりがありません。それは皆さん知ってますよね。500年前ヨーロッパの人たちは、世界には端っこがあってそこにはこんな大きな滝が流れてて竜が泳いでるっていうふうに考えていたんですが、実はそうではなくて我々の住んでいる世界っていうのは地球っていう球面の世界なんですね。でそれをギューッとちっちゃくしたものが地球儀なんです。大丈夫ですよね。で地球儀を使うと、あ、これ日本ですよね、日本ってちっちゃいな、で日本ってこんな形してるんだとか、逆にこれユーラシア大陸って言うんですが、ユーラシア大陸って大きいなっていうことが分かります。地球儀を見てると大きさも形も距離も全部巻き尺とか物差しで測って、正確に、大きさやサイズや大きさ形や、距離を測ることができるんです。でも一個だけ地球儀にはできないことがあるんです。それは、今ユーラシア側を見てますけれども、その裏側にあるアメリカ大陸とかを、同時に見ることができない。だから僕たち人間は僕たちの住んでる全世界をいっぺんに同時に見渡したいという気持ちになりました。それでいろんな人たちが世界地図を作ってきたわけなんですね。でここで大事なのは、丸い地球を四角い紙に書き写そうとするとどうしても無理が出る。だからどんな地図でも必ず歪みがあるんです。でこの地図、僕らが一番よく使っているメルカトル図法っていう地図で、みんな見たことあるでしょ。ありますよね。この地図にも実はいっぱい歪みがあるんです。今右上に写っているこの島、グリーンランドっていうんですけども、この島は確かに大きいけどオーストラリア大陸よりは実は本当はちっちゃいっていう、それが間違って、描かれてしまっているとか、あとこれ南極大陸っていうんですが、東と西にこんなに長いそういう大陸の形ではない。それから成田空港から飛行機に乗ってブラジルに行こうとするときになぜか回り道してヒューストンに立ち寄っている、そういうふうに間違えて理解してしまう、そういう欠点が実はあるんです。それを直そうとするような試みはいっぱいあったんだけれども、その中で1946年にバックミンスター・フラーっていう人がこのダイマキションマップっていう世界地図を作りました。この地図だと6つの大陸、南極大陸も含めて大きさも形も正確な、そういう地図を作ることができるんですね。ところがこれ3つに分かれちゃってるんですけど、これ太平洋です。エルニーニョっていう、異常気象を起こすようなそういう海流を矢印で描こうとすると途中で矢印が切れてしまう、そういう欠点がありました。そこで僕たちは、あることに気づいたんです。いろんな世界地図が長い歴史の間に提案されてきているんだけど、四角に収めようとすると歪んじゃう、歪みを直そうとすると地図自体ギザギザになっちゃう、どっちかの欠点を持っていたんですね。だからそれの両方のいいとこ取りができる地図を作ろうというふうに考えて、あるアイデアを思いつきました。それを今からアニメーションで見ていってもらおうと思います。まず最初に、地球を96個の細かい三角形に分けていきます。今白いラインで出てくるんですけれども、この白いラインで見えている細長い三角形一個一個は全部同じ大きさで、地球全体の96分の1ずつの地域面積を占めている。その比率を守ったまま、こういうふうにおにぎり型の形に変形して、陸とか海を描き直すと。でもう一回この出っ張ってるお腹のところをぺしゃんこにして、三角形が4つでできたテトラパックみたいな形に、地球を書き写します。そうすると
いろんな形の立体があるんだけど、このテトラパックだけは唯一ハサミを入れて切り開くと綺麗な長方形の展開図っていうのができるんです。今絵で見てもらっているようにこんな四角い地図が出来上がるということに気づきました。こうやって四角い面積の正しい世界地図ができるというアイデアを思いつきました。でもこの地図を見るとこの地図でもやっぱり世界には端っこがあるように見えてしまいます。それを直すにはどうすればいいかという2つ目のアイデアを今から説明していきます。この地図は実はここを軸にして180度ずつ回転させていくと陸地や海がつながったまま縦横斜めにタイルみたいに並べることができてこんな模様ができます。地図の模様です。そこから今度は横に長いこんな四角い地図を新しく切ることができたり、あと今日は会場にブラジルから来た人はいるかどうか分からないんですが、じゃあなんでブラジル右端なんだっていうことになったらスライドしてブラジル中心にしたり、変形して南極を中心にしたり、方向転換して南アフリカを中心にしたそういう世界地図をどんどん作り出すことができると。世界中のいろんな地域を中心にして新しい地図をどんどん切り出せるという特徴を持った世界地図です。この地図を使うと、南極大陸というのはこういう大きさやカット、南極大陸というのはあこういう形をしているんだこういう大きさなんだとか、グリーンランドってやっぱりオーストラリアよりちっちゃい、成田から飛び立った飛行機はブラジル行く途中でヒューストンに立ち寄るというのは理にかなってるんだなということがよくわかります。もちろんこの地図も他の地図と同じで、全て大きさ、形、距離が正しいというわけではないです。大きさに関してはとっても正確なんだけど、実はやっぱりこのブラジルの先っちょが尖ってたりして形に少し歪みはあったり、距離もそんなに正確ではないんだけど、さっき説明したみたいに日本とアメリカのヒューストンとブラジルの位置関係というのはほぼ分かりやすく理解できるようなそういう性格を持ってます。じゃあこの地図を使ってどういうこと他にも、利用できるかっていう話をしていきます。僕らが住んでる陸地っていうのは常に移動してるんですね。大陸移動っていうんですが、さまざまな方向に動く陸地の移動の記録を分かりやすく、見ることができます。これはアメリカのロン・ブラッキーさんっていう科学者にデータをもらって僕がオーサーグラフの地図に変換して27個の6億5000万年前からの大陸移動をアニメーションにしたものです。で今ここら辺がね南極なんですけども、この辺りをちょっと見てもらうと、もうすぐインドが誕生します。インドが生まれて実はマダガスカル島っていう島と分かれてインド洋を泳いでユーラシア大陸に激突してヒマラヤができた、そういう地質学っていうんですが、そういう科学的な出来事を分かりやすく絵で理解することができたりします。僕らの住んでる地球っていうのは初めに言ったみたいに行き止まりがないと。でそういう世界を四角い平面の長方形でどうやって表すことができるか、まあ、それをタイルみたいに地図を並べていけるということで再現したそういうアイデアになってるんですけども、この地図見ただけではなかなかわからないので、できればね皆さんに自由に使って色を塗ったり、自分独自の地図を作ってもらいたいと思ってます。それでお台場にある日本科学未来館というところがインターネットで誰でも使える地図のアーカイブを作りました。日本科学未来館のスタッフとかあと制作チームの人たちが協力し合って700枚近いいろんな地図データを集めました。例えば人工衛星から撮った写真を集めて作った地図とか、
あと文化っていうボタンを押すとインターネット利用者数っていう地図とか、あとエイズによる死亡者数とか、あと科学データで、太陽の日射量、7月の日射量っていったものをいろんなジャンル自由にブラウズしてもらって、好きな地図をこうやってアップロードしてオーサグラフで見ることができると、そういう地図になってます。で、自由に色を塗ったり、あとハッチパターンを変えたり透明度を変えたりして、好きな地図を自分で作ることができます。ジオパレットって言います。で、なんで透明度を変えることができるかっていうと、これなぜか離婚率っていう地図なんですけども、例えばある人が世界で一番幸せな国はどうやって考えればいいだろうという時に、離婚率が低くて、あと今アップするのが失業率ですね、失業率も低くて、それから識字率ですね、文字が読める人の割合なんですが、そういう地図、あと平均寿命ですね、そういうものをどんどん重ねていった時に、平均寿命長い、失業者数少ない、離婚率が低い、識字率が高いっていう国を一番オレンジ色になるように塗っていって重ね合わせていくと、オレンジ色に輝いている国が一番幸せな国なのかもしれないっていう幸せマップが作れると。まあそういうふうにして新しい地図を皆さんにどんどん作ってもらって、コメントを書き加えてインターネット上にアップすると、そうしたら他の人たちからのコメントが得られて、いろんな今までなかったような新しい世界観を共有し合うことができると、そういうサービスを始めました、去年の1月から。で、オーサグラフなのでこういうふうに中心を自由に変えたり、あとヨーロッパのあたりはどうなってるかってズームして、あ、スイスとかオーストリアは随分オレンジ色が濃いから幸せなのかもしれないっていうことを調べたり、あとズームアウトをして、もう一回ズームアウトして方向転換してスライドして、もう一回方向転換してスライドさせて、今までに見たことのない角度から世界を全体を見渡すことができるようなレイアウトも考えることができると、そういうサービスになっているので、皆さんもぜひ使ってみてください。あと例えばですね、国際宇宙ステーションは地球を90分で1回一周してしまうので、1枚の地図だと軌跡がどうしても途切れてしまうんですね、90分に1回。それをオーサグラフを使うと、これ35枚のオーサグラフを並べたものなんですが、地球を宇宙ステーションが1周しても2周しても3周4周5周してもオレンジ色のラインで一筆書きで描いて追跡することができる。あの宇宙のテーマだけじゃなくて、例えば世界の歴史の中で大航海時代っていうのがあるんですが、コロンブスっていう人が、西回りでインドを探してアメリカを発見した冒険とか、バスコダガマっていう人が東回りでインドを発見したような大航海の奇跡を、4人の大航海の奇跡を1枚の絵で表すことができたり、もっと時代が下って、マゼランっていう人が人類史上初めて世界を一周した航海の軌跡を一筆で描くことができたり、もっと時代が下ってこれはすごく長いんですけど、イギリス人のキャプテン・クックっていう人が、地球を、3回の航海に分けて、何周もした、そういう長い軌跡もこうくるっと回ってハワイを発見したり、アメリカの西海岸を探検したりして、本国のイギリスまで帰ってきたという長い軌跡も一筆で追いかけて一望することができる。それから、例えばこの地図は同じ地図を何枚も縦横斜めにつないでいけるっていう特徴を持ってるんだけども、同じ地図を並べるんじゃなくて、こういう地図を作りました。50年単位で紀元前2700年から、1枚ずつその時代その時代の世界地図を
作って1年かかったんですけども、それをつなぎ合わせて、これが現在の世界地図なんですが、4800年の、世界の歴史を四角い長方形でいっぺんに見渡すことができる、そういう世界地図を作りました。それを使って、こんなソフトウェアを作りました。これ先ほど見てもらった、地図なんですが、今50年単位で96枚の小さい地図を並べて4800年をいっぺんに見渡すことができる、そういうレイアウトになってますけれども、例えば1世紀単位で48枚の地図で世界を見渡す、200年単位で24枚、400年単位で12枚のアニメーション画像で世界を見渡すことができる、そういう画面も作れます。それから1個の時代を選んで、その時代の、にあこれ古代エジプトだっていうこととか、メンカウラ王がピラミッドを作ったとか、カウラ王が、スフィンクスを作ったとか、そういう、どこで誰が生まれて何をしたかっていう、そういう、ポップアップの映像を見ながら世界の歴史を見ることができると。この世界史地図は高校の先生と一緒に作っていったんですけども、高校の教科書を基づいて作った、世界史地図です。だからエジプト時代の頃はすごく情報が少ないんですけども、紀元前700年ぐらいになると少し賑やかになってくる、そういうことが分かります。でこの画像を見てもらうと分かるんですが、例えばインドでブッダが活動してて、中国で孔子が活動してて、ギリシャではピタゴラスがいたんだ、同じ時代にこの3人は同じ時代に生きてたんだということを1枚の地図で理解することができます。それからこの地図を見てもらうと分かるんですが、みんなが知っている世界の歴史っていうのは実は、この左半分に偏っていて、北アメリカと南アメリカっていうのは真っ白けだっていう時代がずっと続いていくんですね。だから僕らが知っている歴史の知識っていうのは随分地域的に偏ってるんだなということも絵で分かるような仕組みになってます。それから古代エジプトの頃は随分情報が少なかったんだけど、例えば近現代のアニメーションを見てください。そうするともういろんな人がいろんなところで好き勝手にいろんなことをやってるので、もう文字を読むことができないぐらい速いスピードで世界が動いてるんだっていうこともアニメーションで理解することができます。こんな風にしていろんな世界地図を作ってきたんですが、その時に僕は幾何学っていう形の数学を使って、世界地図を作ってきました。でその時に僕は数式はあんまり使わずに、こういう紙をハサミで切ってセロテープでペタペタ貼りながら、この球体地球を一旦こういうおにぎり型の形に書き写してあげて、でそれをここをぺっちゃんこにしてテトラパックみたいな形を作ってあげる。それでここを切ったら、あやっぱり四角い長方形の世界地図ができるんだっていうことを一生懸命図画工作しながら研究して地図を作りました。だから図画工作っていうのは指を動かす大事な数学だと思ってください。でも一旦この幾何学を使って世界地図を作った後、この地図作って何を表現しようというふうに考えた瞬間に、科学者だったり歴史の先生だったりいろんな分野の人たちと話すような機会がたくさんありました。で今日は行き止まりのない世界地図っていう話をしたんですけども、学問の世界でもいろんな分野の垣根を取り払って行き止まりのない活動を僕はしていきたいなと思っています。以上です。どうもありがとうございました。